はい、どうも、俺です。マリオの本名はマリオらしい。海親がふざけてマリオマリオって言ったらしい。任天堂によると、マリオそのままらしい。え、本当にマリオマリオじゃないの？もうわけわかんねえよ。久しぶりにアイカツの動画やりたいなと思って、いろいろ調べてたんですよ。もうアイカツプラネットになってから、もうアイカツのネタないでしょって思ってたんですけど、めちゃくちゃたくさんありました。ってことで今回は、普段髪の毛を縛ってるアイカツキャラクターが、髪下ろしたら可愛すぎたって動画をやっていきたいと思います。もうアイカツ知らない人からすると、多分この動画は、髪下ろしたら、こんな感じになるんだって、思うだけだよね。キリアオイ。キリアオイは穏やかじゃないってセリフが口癖のキャラクターで、多分皆さん穏やかじゃないって日常で使わない言葉ですよね。まあ、このセリフをアオイはどういう時に使ってるかというと、今日の穏やかじゃないニュース。間違いなく穏やかじゃない。全くもっと穏やかじゃない。あまりすぎて穏やかじゃない。うん。いつ聞いても穏やかじゃない。マジで何言ってんのかわかんないんだけど、これは完全に頭の中が穏やかじゃないね。ちなみに穏やかじゃないとよくセリフとして発するキリアオイが髪の毛を下ろすと、こっちの方が絶対可愛いやん。二階堂ゆず。先ほど紹介した青い髪のキャラクターいるじゃないですか。そうなんですよ。二階堂ゆずはキリアオイと同じ声優さんなんですよ。他にもアイカツフレンズで、上白カレンの声優もやってるんですよ。もう田所あずささん、このまま行くと、アイカツキャラクター全部いけるでしょ。いや、ちょっと葵ちゃん、それは、煽りすぎでしょ。それにしても、こんだけ髪の量あって、二階堂ゆず頭重くないんかな？ちなみに二階堂ゆずが髪の毛を下ろすと、あの髪の量どこ行った？アリス川乙女。アリス川乙女の髪型ってすごいよね。ちなみにこの髪型でアリス川乙女が寝たとしても、たとえ寝るときでも、この頃寝は取れないんですよね。で、このキャラクターなんですけど、もう寝るとき髪の毛下ろさないくらいだから、絶対髪の毛下ろさないと思ったそこの君。いや、これマジでびっくりしたんだけど、アイカツのキャラクターは他のアニメと違って、学年と年齢がちゃんと変わるんですよ。中学生から高校生になった時の乙女ちゃんの髪型がこちら。急に髪型落ち着くやん。他にも乙女ちゃんはいろんな髪型をしてるんですよね。待って、これに関しては、絶対顔白くしたら、ジョーカーじゃねえか。星のかけら。という言葉に変えます。うるせえ。さえぐさき。合言葉はおきょうきょうけいのキャラクターキーちゃんなんですけど、オケの回数多くね。みんなも今思ったと思うんですけど、オッケーだけでよくね。このキーちゃんね、髪の毛下ろしたらどうなるんですかね。多分今までいろんなキャラクターやってきて、髪下ろしたらすごい可愛かったので、今回も多分めちゃくちゃ可愛いでしょ。絶対髪の毛サラサラしてそう。ロッチ長岡じゃねえか。